釣り人の朝は早い。おはようございます。 NFC のジュンです。ついに始まりました、ジュンのチョコアルバム。この動画ではジュン一人で釣りに行くというただそれだけの動画になります。本編が釣りと調理、金子の気まぐれクックが調理で、ジュンの調香アルバムが釣りっていう感じで、多分釣りをもっとやってほしいって思ってる方が中にはいるんじゃないかなと思いますので、その方々に向けた動画になりますね。調理動画が好きっていう方が結構いると思うんですけど、その方々もあれ釣りもいいんじゃないのかなと思わせるような動画をね、作れたらいいなと思ってます。まあ釣りだったらもう何でもやろうかなと思ってるんで、餌釣り、ルアー釣りもう気にせず、もう一つにこだわるんじゃなくて、もう本当にいろんな釣りをやっていけたらいいなと思ってます。まあ、メインは愛知県内になると思うんですけど、長い休みとかだったら遠征もしたいなと思ってるんで、一人なんですけどね、一人で遠征行こうかなと思ってます。調香アルバムでの目標を掲げておきます。それは愛知県内で、陸から沖縄とかじゃないよ、陸から青物を釣ります。ブリとかサワラとか結構大きいサイズ、このバーンと出せるようなサイズを釣れたらいいなと思ってます。アジ、サバとかじゃなくてね、もっとでかいサイズの青物を陸から釣れたらすごいロマンあるんじゃないかなと、まあずっとそう思って去年、いや今年入ったぐらいからやってるんですけど、まあなかなかうまくはいかないですね。愛知県難しいです。そんな感じで動画を上げていくのでよろしくお願いします。で、今回は初回なので、自分がいつも使ってる道具の紹介をしていきたいなと思います。どうぞ。はい、じゃあ道具の紹介をしていきたいなと思います。まずはこちら、シマノのルアーマチック。S86ML ですね。こちらのタックルは、ライトシュアジギング用に使ってます。まあ、他にも餌釣りとかはもうこの竿でやっちゃうんですけども、まあ、メインはエギングとか、あとは 20g 前後のルアーを使ってます。内容はこんな感じですね。ルアーが 6g から 28g って書いてあるんですけど、一番軽いので、3g ぐらいのから、一番重いので 32g までのルアーは使ったことあるんで、まあそのぐらいだったら全然余裕で使えますね。あんま気にせず使ってます。でリールがこちらです。シマノのセフィア BB。 C3000HGSDH ですね。今、P15 を巻いてます。まあ、これでなんだろう、シーバスとかあとエギングとかもやっちゃってますね。 P15 だとやりづらいんじゃないのとか思う方もいると思うんですけど、何かと便利なんですね。1号あれば絶対切れないですし、そんなに大きいものを狙うわけじゃないので、まあこれでやっちゃいます。軽いルアー使う時もこれです。でこれを買った理由なんですけど、まず一番が一目惚れですね。この赤と黒のコントラストっていうんですかね、がかっこよかったし、ダブルハンドル、これね、ダブルハンドル、
これがかっこよくて買いました。ただダブルハンドルに憧れてて、それで買っちゃいましたね。うん、これがかっこいいんですよね。なんか普段シングルハンドルばっか使ってたんで、このダブルハンドルに若干の憧れを抱いてたんで、思わず買っちゃいました。まあ、こんな感じでライトショアジギングはシマノの竿とシマノのリールを使ってます。はい、続きましてショアジギング用のタックル紹介です。こちらはダイワのジグキャスターショアジギングモデル JC97MH です。まあ、こんな感じの内容ですね。ルアーが 35g から 90g っていう、なんかめちゃくちゃ重いリールを使えるようになってるんですけど、さすがに90は怖くて投げたことないですね。基本自分は 60g をメインに投げてるんですけど、 60g が多分ちょうどいいと思います。40だとちょっと軽いんですよね。で、そうなると60 50のルアーあんまり見なくて、 60g 投げてるんですけど、 60g がちょうどいいと自分は感じてます。で、リールはダイワのバデル 3500H ですね。はい、これは釣り具屋さんにはあんまり置いてなくてですね、 Amazon でショアジギング用のリール欲しいなと思ってた時に、たまたまこいつが目に入ってかっこよくて買いました。またこっちも一目惚れですね。黒と金とシルバーのこの3色めっちゃかっこよくないですか。ただそれだけで買いました。まあ、通販だったんで若干の不安はありましたけど、特に不満もなく今のところ使えてますね。もう何回行ったかな、もう10回20回とか、もうもっと行ってるかもしれないですね。これもう使ってますけど全然大丈夫です。で、 PE は2号巻いてて、リーダーはナイロンの25ポンドですね、巻いてます。こんな感じですね。これで青物が釣れたらいいなと思ってます。ライトショアジギングがシマノ、ショアジギングがダイワっていう感じになってますね、自分は。